オーガスタス・ SFX ・ヴァンドゥーゼン教授は、ジャック・フットレルの作品に登場する科学者、名探偵である。ドイツ系アメリカ人の科学者の家に生まれる。要望は小柄でかつ送信であるが、頭が異様に大きく写真気味で、いつも気難しい表情をしている。以前は、ボストンの大学で教鞭をとっており、法学、医学、哲学、歯科の博士号及び、 王立学会会員の資格を持っており、他にもヨーロッパ各国の大学から学士号が授与されている。論理的思考さえできれば、チスを初めてやる人間であっても、世界チャンピオンに勝てると豪語し、チスの世界選手権保持者をものの十手で破って、実証したこと、その対戦者の感想から、思考機会と呼ばれるようになる。その推理法は、科学的調査と、 論理的解釈を組み合わせたもので、オースティン・フリーマンのジョン・イブリンソーン・ダイクに類似した方法をとる。安楽イス探偵の典型で、彼自身が現場に赴いて調査をすることは少なく、実地調査については、友人で新聞記者のハッチンソン・ハッチや警察のマロリー部長刑事に任せることが多い。口癖は2プラス2イコール4である。時々そうなるのではなくて、 いつも必ず同じ結果をもたらすである。また、不可能という言葉を病的なほど嫌っている。思考機会の登場する短編は2冊の単行本にまとめられているが、作者が3冊目の短編集を準備している時に事故で亡くなったせいもあり、単行本未収録の作品も多数ある。それらは新聞や雑誌に掲載されたままになっていたが近年、 その発掘が進みほぼ全容が明らかになっている。創作品数はエラリー・クイーンによれば48編とのことだが、E.F. ブライラーによれば45編とのことである。平山雄一氏は50編としている。このように専門家によって変数が異なるのは、はじめ米国の雑誌に発表されたものが、 単行本に収録する際や英国の雑誌に再掲載する際に海外開講をしている作品もありこれを別作品と数えるか元の作品の変形とするかによっても異なってくるためである。ここでは完全版を編纂した平山雄一氏の交渉による数え方によった。なお、現代の後の括弧内の A 代は別代である。ッコ内の四桁の数字は諸出年を示し A は 1> 第1短編集、B は第2短編集を示す。法役は、宇野敏弘役、思考機械の事件簿、池博明役、思考機械の事件簿に、吉田理史役、思考機械の事件簿3と、押川博役、思考機械に収録されているが、それ以外に、合わせ集に一遍、雑誌に一遍役されている。平山祐一役、思考機械、完全版、 作品者において、平山氏が交渉して、前作50編を翻訳している。役代の後の括弧内の素1、素2、素3、はや、缶1、缶2はその作品の訳の収録書を示す。完全版観光前に翻訳されていない作品の一部に、ウェブ上での翻訳が公開されている。試行機会、完全版、第1巻に収録されているもののみ翻訳に追加した。 第2巻も刊行されたため翻訳に追加した。なお、テキストの違いから、この形では、本邦書訳などがあるが、中期などは、煩雑なので一部にとどめた。作品の発表順リスト独自に試行機会の作品総数を検討しているページもあったが、リンク切れになっている。淵上総平は、そのブログで、写詞は英語で表現する場合、専門的な用語では、 ストラビスマスというが、交語的にはスクイントという言葉が使われる。実は原文でシリーズに接しているとわかるが、このスクイントという単語は思考機械の要望や動作を表現するのにしばしば使われている言葉なのだ。特に動詞で出てくる場合には文脈からしても明らかに写詞の意ではない文章が見出される。上記の訳文の該当箇所を見ると、 原文はいずれもこのスクイントなのだが、この言葉には確かに写詞という意味もあるものの、辞書を引けばすぐわかるように、目を細めて見るという動詞や形容詞、さらには、細目で見ることという名詞でも用いられる。実際、思考機械の事件簿1を手掛けた同じ翻訳者が、世界短編傑作集1に収録された13号読房の問題では、パーペチュアル。 コービディングスクイントという原文を針のように鋭い視線と訳している。消えた女優の役者もメガネの分厚いレンズの奥の青い目はいつも何かを伺うように細められていると訳しているが、この単語の意の捉え方としてはこちらの方が適当だろう。思考機械はもともと細い目をしているのだが相手をじっと見つめるとき、ますます細くなって視線が鋭さを増すのである。シャシ ヤブにらみという描写は、思考機械の要望の説明から削除されなくては、なるまい。と言っており確かに、写詞と訳して無理が出ている箇所もある。 口上総平のブログ http コロンスラッシュスラッシュ fuhchin.blog27.fc2.com スラッシュ blog-category-46.html の2014年4月17日から26日に 文祭淵上総平のブログ http コロンスラッシュスラッシュ fuhchin.blog27.fc2.com スラッシュ blog-categor-y46.html の2014年4月8日から15日に 文祭淵上総平のブログ http コロンスラッシュスラッシュ fuhcagin.blog27.fc2.com ス,スラッシュ blog-categor1-46.html の2014年4月27日から5月2日に文祭ありがとうございます